2011年4月29日撮影2014年2月1日の噴火トゥングラは、ラファーより火の喉はエクアドル共和国首都キトの南 140km 世界遺産の山外国立公園内に位置する清掃火山の活火山。報道によってはトゥングラウアまたはトゥングラウア火山として呼ばれる。最近1300年では80から100年周期で 活動期になると考えられている。黒い巨人、母なるトゥングラワとも呼ばれる。IGEPN1999AB エクアドルの日の,のどトゥングラワ火山に大規模噴火の懸念。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afppb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30118252014年7月12日閲覧。トゥングラウア火山が7ヶ月ぶりに噴火エクアドル。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ21919172014年参月活動開発ラトゥングラウア火山の活動が活発化。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ21919172014年3月10日閲覧。エクアドルのトゥングラウア火山が噴火。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ23343842014年参月東海ーカツラン。エクアドルのトゥングラウア火山、活動活発化で800人避難。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ23361332014年3月10日閲覧。cnn.co.jp 火山噴火で住民が避難、作物などに、被害エクアドル、南米エクアドルトゥングラワ火山が、活発化写真3枚。 アフプブニュース、http www.afpub.com、アーティクル、ディザスターアクシデンツ、クライム、ディザスター、289万6175、938万30782012年8月25日閲覧。南米トゥングラウア火山が噴火。アフプブニュース、http www.afpub.com、アーティクル、 ディザスターアクシデンツ、クライム、ディザスター、291万7753、1三、千2万1082千13年7月5日閲覧。南米トゥングラウア火山が噴火。アフプブニュース、httpwww.afpub.com、アーティクル、ディザスターアクシデンツ、クライム、ディザスター、294万3273。 1071万67852013年7月5日、閲覧。南米エクアドルのトゥングラウア火山が噴火。アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a f p, p b b c o m スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30077022014年2月5日閲覧。溶岩吹き上げる、トゥングラウア火山、エクアドル。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a f p, p b b c o m スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30786912016年3月24日へらん。ありがとうございます。